水辺のサバンナ等に生息する牛科の偶蹄類ですね。それはインパラ。ここって車の説明書とか入れるとへなってなっちゃいますよね。あれなんとかならないんでしょうか。そうか。もっと心配してくださいよ。完全に復活してんじゃねえか。もしかしたらから元気かも。そうは見えん。もしここで戻しちゃったらどうします。戻したものを元へ戻す。うげ、本当に戻したくなってきた。まさか本気で吐くつもりじゃん。いえ、なんかちょっと暑いなと思って。現在の車内の気温は21度、湿度は 60%。 人間が暑さを感じる環境ではないはずだが。ねえ伊達さん、知ってました？時速60キロの車からこんな風に手を出すと D カップの胸を揉んでるのと同じ感触がするんですって。危ないからやめろ。腕がもげるぞ。もげてもいいんです。私不死身なので。緑色の宇宙人みたいに手が生えてくるんですよ。さっきは近いうちに死ぬって言ってたな。なんだか不思議な感じがする。手のひらのことか？そうじゃなくて、私前に伊達さんと会ったような気がするんです。そいつは良かったな。だがその手を引っ込めないと二度と会えなくなっちまうかもしれないぞ。それは困りますね。風気持ちいいな。いや、俺はこれで。帰っちゃうんですか？やだ、イリス、お客様なの？
違うんだって。伊達さんは刑事さんじゃなくてね。イリス。あ、そっか。なんでもないの、気にしないで。思考を読まないでくれ。伊達さん、さっきからずっと何を見てらっしゃるんですか？チコンポですよ。チコンポ？とても素敵なチコンポだと思いましてね。私もあんなチコンポが欲しいなぁと。そうですか。普通5月ぐらいに咲くものなんじゃ。あれはガンザキアヤメって言うんです。英語で言うとウィンターアイリス。その名の通り寒い時期に咲くアヤメで、ちょうど今朝咲いたばかりなんですよ。アヤメの花言葉は良き知らせと希望なので、今朝起きてあの花を見た時、何かいいことが起こるような気がして。伊達、どうしたんだ？いや、なんでもない。相棒、寒かったら言ってくれ。あの中に入れて温めてやる。その前にお前の心を入れるべきだ。伊達、一つ問題を出してやろう。
冷蔵庫にキリンを入れるにはどうすればいい？ん？答えはこうだ。冷蔵庫の扉を開け、キリンを入れ、扉を閉める。なんだよそれ。では次の問題。冷蔵庫に象を入れるにはどうすればいい？ふん、さっきと同じだろ。冷蔵庫の扉を開け、象を入れ、扉を閉める。残念。冷蔵庫にはすでにキリンが入っている。従って、答えはこうなる。冷蔵庫の扉を開け、キリンを出し、象を入れ、扉を閉める。ふん、くだらない問題だ。私の後ろ花が咲いてるでしょ。咲いてるが、それが？小さい頃からこの家で育ちました。思い出がいっぱい詰まってる家なんです。一時期引っ越しを考えたこともあるんですが、どうしてもここを離れたくなくて。なぜ引っ越ししようと？それはちょっといろいろと。相手にするな。巻き込まれて怪我するぞ。そういえば、レムニスケイトの社長、沖浦蓮樹と知り合いだそうですね。沖浦君は高校の時の同級生で、かれこれ20年以上の付き合いになります。英徳学園っていう高校なんですけど。英徳学園知ってるのか？私はネットに載っている情報なら全て知っている。もちろん知っていますが、でも直接会ったのは2回だけです。最初は沖浦君の結婚式の時で、二度目は一月ほど前に偶然。でもどうしてそんなことを？いえ、気にしないでください。公立の小学校で教師をしています。先生ですか。何かと大変でしょうね。いえ、そんなことは。もともと子供が好きなので、苦労も喜びのうちの一つです。37です。イリスさんは確か18歳でしたね。そうですよ。ということはかなり若くして。19歳の時にイリスを産みました。ご主人は？おりません。離婚されたということですか？ちょっと伊達さん。いいのよイリス、結婚はしていないんです。未婚の母というわけですか？ええ。
もしかして私のことご存知なんですか？あ、すみません。なんとなくどこかでお会いしたような気がして。いえ、初めてですよ、お会いしたのは。そうですよね。伊達さん、お茶冷めないうちに飲んでくださいね。ああ。そっか、私たちが手をつけないから。そうね、いただきましょうか。もしかして左利きですか？ああ、ママ、昔は右利きだったんです。でも、今は。ちょっと動かなくなってしまって。そうですか。さてと、そろそろ行かないと。伊達さん、もう一度会えますよね？どうかな。俺は警察の人間だ。もし次に会うとしたら、あまり望ましくない事態が発生した時だろう。そんな。な、水木の友達ならその関係で会う機会があるかもしれない。あいつは俺んちの居候みたいなもんだから。え？それじゃな。失礼しました。では、私はこれで。はい、お気をつけて。伊達、これまでの情報、少し整理しておかないか？ああ、そうだな。お前、そこにエロ本隠してるだろ。隠してねえよ。なんでそんなとこに隠すんだよ。ボスの得意技だな。ピンハネか。相棒、昨日の出来事、時系列でまとめてくれないか？了解だ。水木の携帯にナイルしたのは誰なんだ？まあ、普通に考えれば犯人だろうな。だが水木が全く知らない他人から呼び出されて、ホイホイと出向いていったとは考えられない。では、他人ではなかったのだろう。知り合い、もしくは犯人が知り合いの携帯を使ったかだ。
ったな。相棒、お前のハッキングスキルをもってすればナイルの送信者はたやすく特定できるんじゃ。それがナイルのセキュリティは強力でな、解析するのにしばらく時間がかかるんだよ。翔子の死亡推定時刻は昨日金曜日の午後5時前後。死因は区間前面部を複数の箇所にわたって刺されたことによる失血死。凶器はどうやら水木が持っていたアイスピックと考えて間違いなさそうだ。現場には指紋や毛髪を含めて犯人の手がかりになりそうな遺留品は一切残されていなかった。死体はメリーゴーランドの馬の上に縛り付けられた状態で発見された。このことから犯人には死体を隠す意図がなかったことは明らか。むしろ誰かに見せつけることを目的としてあそこに設置したものと思われる。自己顕示欲の高い犯人か。あるいは何らかのメッセージが込められているのかも。死体は左目がない状態で発見された。失われた左の眼球は未だ見つかっていない。なおイリスの話によると、太田が死体を目撃した時には左目にアイスピックが突き刺さっていたらしい。どうしてそのアイスピックを水木が。まさか水木が左目を。死体発見時、翔子を乗せた馬に血痕は見当たらなかった。つまりあそこが殺害現場ではないと。翔子はどこか別の場所で殺されてあのメリーゴーランドへと運ばれてきた。だとすると水木が犯人というのはありえない。水木はまだ12歳、車の運転なんてできないし、一人で死体を運ぶことなんて。もしかして疑ってたのか。少しでも可能性があるなら考えてみる。それが俺たちの仕事だ。とにかく良かったじゃないか。これで水木が犯人という可能性は限りなく低くなった。まあ当然といえば当然だがな。あいつが実の母親を手にかけるなんてありえない。そんな度胸も根性もあいつにはないんだから。さあな、かくれんぼでもしてたんじゃないか。かくれんぼか。間に受けるなよ。お前がよく言う冗談ってやつだ。ブルームパーク周辺の監視カメラの映像を調べてみたんだが、どういうわけか一台も見つからなかったんだ。何が。車だよ。昨日園内の駐車場や付近の道に停車した車が一台もなくて。確かだ。ああ間違いない。じゃあ犯人はどうやって死体を。わからん。おかえり。診察が終わったから連れてきたの。水木。じゃあ失声症は。うん、まだ喋れないみたい。いいのかよ、連れてきちまって。ちゃんと病院の許可は取ったわ。あそこの院長、看護師に手出してるみたいなんだよね。そのことをネタにして揺すったら連れてってもいいって。そういうのは許可とは言わない、恐喝だ。とにかく伊達くん、あなたがやるべきことは一つよ。分かってるでしょ。シンクして。
なあピューター、相棒の性格についてだが、もうちょっとこうなんとかならないもんかな。なんとかって？もう少し控えめにというか、おしとやかな感じにしてもらえると。もしもそんな風に改造しやがったら、お前の眼下の中で自爆してやる。聞こえてたか。今のところバイタルサインは安定してます。脳波も正常、このままならいけそうです。見ろ、井戸の中からサバコが。サバコって誰だよ。長机、プロレスでパイルドライバーをするときによく使われるものだ。どっから仕入れた知識だよ。シェケナベイベー。それはロッカーだ。水木の法的な保護者は実の父親である沖浦蓮司だ。あいつの許可は取ったんだろうな。それが連絡が取れないのよね。え？だがあいつは所轄の警察で。事情聴取は昼過ぎぐらいに終わったみたい。その後ふらりと行方をくらましちゃって。どうして？さあ、私に聞かれても。水木はまだ12歳だ。本当に大丈夫なんだろうな。装置の安全性は十分保証されてます。心配ご無用です。このタイミングで聞く？それ、手がかりがないからシンクしてって言ってるの。もしかしたら水木は現場で何かを見たのかもしれない。その何かのせいでメリーゴーランドの柱の中に隠れたのかも。ところが彼女は何を聞いてもうんともすんとも言わない。こうなったら彼女の潜在意識に潜り込むしかないでしょ。今やらなくていつやるのよ。アビスはこういう時のために結成された組織よ。それに水木の潜在意識に潜り込めば彼女を助けてやれるかも。水木の失声症は心因性のものよ。彼女は今心に深い傷を負ってる。実の母親のあんな姿を見ちゃったんだもの。無理もないわよね。彼女の脳内にシンクすればその傷を癒してやることも。伊達君、あなたしかいないのよ。水木を助けてやれるのは。
間もなく終わります。伊達くん、シンクルームへ。わかったよ。あ、伊達さん、水木ちゃんの様子がちょっと変だ。心拍数が上昇してるし、脳波も乱れてる。もしかしたらこれから何をされるのかと思って不安になってるのかも。伊達くん、彼女を安心させてやって。安心させるってどうやって？失声症は心の病よ。耳はちゃんと聞こえるし、言葉も理解できるはず。だからとにかく何か話しかけて。んなこと言われたって。伊達さん、瑞希ちゃんを安心させてやってください。私のことはどうでもいいから。俺はこれからお前の頭の中に潜り込む。犯人に関する手がかりを見つけ出すために。それだけじゃない。瑞希の心の傷を癒してやるのも目的の一つだ。失声症が治れば彼女自身の口から情報を聞き出すことも。瑞希、お前には話してなかったが、俺は普通の警察官じゃない。警視庁の特殊捜査班アビスってところに所属してる。正式名称はアドバンストブレインインベスティゲーションスクワッド。最先端の技術を利用して人間の脳内を操作する。そのために結成された組織だ。世の中にはいろんなタイプの容疑者や参考人がいる。嘘つきだったり何も話してくれなかったり、頭を打って記憶喪失になっちまうやつもいれば、心に深い傷を負って記憶を閉ざしてしまうやつもいる。そいつらから手がかりを得るにはどうすればいい？頭の中に潜り込めばいいんだ。真実は必ずその中に刻まれている。そいつを見つけ出すのが俺たちアビスの仕事なんだ。これからこいつを使ってあることをするが、大丈夫。何も怖がることはない。痛みはないし後遺症もない。全てが終われば元通り、何事もなかったように日常生活に戻れる。シンクってのは誰かの潜在意識に潜り込む行為のことだ。心の奥底に向かって沈んでいき、対象者の深層部分と同期する。この機能全体のことをシンクシステム。潜り込む人物のことをシンカーという。シンカーは対象者の夢の中、ソムニウム世界に入り込む。ソムニウムとはラテン語で夢のことだ。アビスには合計で6人のシンカーがいる。そのうちの1人が俺なんだ。なあ瑞希、全部終わったら、そうだな、ほら、前に行った時ゲロみたいだって言いながらゲラゲラと笑ってただろ。だけど味は最高だって。ゲロみたいだけどゲロうまいって言いながらパクパクと食ってたじゃないか。
もっと気の利いたことは言えないのか。悪かったな。こういうのは苦手なんだよ。伊達さん、心拍数が正常に戻りました。脳波も安定してます。伊達君、配置について始めるわよ。ああ、伊達さん、一つ言い忘れていたことが。シンクシステムに新しい機能を追加しておきましたから。新しい機能？シンクすればわかります。とても便利な機能ですよ。なんだかよくわからないが了解だ。伊達君、準備はいい？ああ、いつでも OK だ。いつも言ってることですが、ソムニウム世界に潜っていられるのは6分が限界ですからね。それを超えたら、シンクした自我は対象者の脳内に取り込まれて。分かってる。必ず6分以内に手がかりを見つけて戻ってくる。頼んだわよ。じゃあ始めましょう。なんだよそれ。ちょっとな、未来からやってきた暗殺者風に登場してみたかったんだよ。どうせやるなら全裸でやれ。ここはブルームパークか。落雷に巨大な鳥かご。今の水木の心の状態を象徴してるのかもな。やはり翔子が殺されたことが水木にとって大きな心の傷になっていたということか。水木はきっとあの柱の中にいるはずだ。手がかりを得るためにも、あの雷と鳥かごを取り除いて水木に接触してみないとな。さて、さっさと調べないと時間がなくなるぞ。その必要はない。周りを見てみろ。周り？これがピュータが言っていたシンクの新しい機能だ。時間を止めることが？私が立ち止まってる時だけな。まあ厳密に言うとものすごくゆっくりとではあるが、時間は流れているんだが、今私とお前は超高速で情報の伝達を行っている。だからあたかも時間が止まっているように見えるだけで。簡単の夢って知ってるだろ？中国の故事だな。ある青年がほんのちょっとうたた寝している間に50年にも及ぶ一生の夢を見たという。それと同じだ。夢の世界の時間の流れは現実世界のそれとは異なる。とにかくこいつは便利な機能だ。ソムニウム世界にはおよそ6分間だけしか滞在できない。だがこの機能を使えばじっくりと探索を行うことが。よし、では早速だが始めよう。ソムニウムスキャン開始。まず水木の元へたどり着くために鳥かごに落ち続けている雷を何とかしないと。雷は高いところに落ちる性質がある。それを利用すればいいってわけだな。翔子の写真にアイスピックが。相棒、向こうのスピーカーが振動してるぞ。うん。
ほど、このアイスピックと連動しているのか。さて、どうするか。いいか、水木の心を癒すのが最優先だぞ。わかってる。ショーコの写真にアイスピックが刺さっている。そうだな、母親のこんな姿見たくないよな。全然先端が出てこない。なんだこれは。おい、向こうの方からも何か出てきた。伸びた柱が飛来心の代わりになったな。これでもう鳥かごに近づいても問題なさそうだ。さて、次はこのでかい鳥かごをどう外すかだが。伊達、タイミーが手に入ったぞ。タイミー？タイムインダクションマターインエンセファロンの略だ。脳内の時間制御因子を誘導できる物質のことで、これを使えばソムニウム世界の時間の流れを早めたり遅くしたりできるんだ。そいつもピュータが導入した新しい機能か。ああ、まるで夢のようだな。というか実際に夢だからな。夢の世界だからこそそんな不思議なことができてしまうのだ。うん、とにかくわかった。積極的に使わせてもらうことにしよう。スピーカーのマイクのようだな。犯人に告ぐ。お前が隠れているのは分かっている。武器を捨てておとなしく出てこい。何も起きないか。そんなことをしたと知ったら親御さんも悲しむぞ。今ならまだ人生をやり直せる。希望を捨てるにはまだ早いんじゃないか。楽しくなってるだろ。マイクだ。マイクだ。やめろ。これないだ。やめろ。二つの意味でだ。伊達さん、残り5分切りました。なんだか。任せろ、こういうのは得意だ。
そう思っていた時期が私にもありました。過度な自信は身を滅ぼすぞ。なんだか。せい。今メリーゴーランドもバウンドしてなかったか。何か関係がありそうだな。なんだか。柱と一緒に出てきた制御室だ。入ってどうするつもりだ。制御室だからまあいろいろと制御できるかもしれない。そんなにうまくいくとは思えないが。いいから。ここは制御室の中ではなさそうだな。出口もなさそうだ。だが見るからに怪しいものが置いてある。怪しい鳥かごが2つあるな。中に何か入ってるみたいだ。調べてみよう。鳥かごだ。中には破かれた紙のようなものがある。まあこれくらいなら。うっ、そこそこ重い。何も起こらないな。鳥かごをどかしただけだからな。バラバラになった紙のよう。任せろ、こういうの得意だ。できたが、これは。うわっ！外に出られた。ずっと辛い思いをしていたのかもしれない。だが鳥かごは外れた。これで水木のところへ行けるだろう。あの速度で回転している馬どもを見てよくそんなことが言えるな。そこは気合でなんとかなるか。しょうがない、次はあの回転を止めないとな。切りましたよ。パンダの頭が回っている。
くぜ。さっきのスピーカーの例があるだろ。なるほど、こいつも連動していたのか。そういうことだ。あ、水木が。水木のところへ行こう。わかった。出入り口のもんだな。ちょっとやそっとじゃ飽きそうにないな。このもん私の低層観念ぐらい硬いぞ。お前の低層観念知らねえし。残り3分切りました。出入り口のもんだな。出入り口に任せろ。ふん、痛くないもん。門だけにか。メリーゴーランドの馬だ。おい、犯人を知ってるか？なるほどな。何か分かったのか？ああ、明らかな事実が一つ。それは？この馬は会話できない。メリーゴーランドの馬だ。楽しいか？楽しそうに見えるか？可愛らしくは見える。そうか。メリーゴーランド。まさかのグーパン？何も起こらないな。ああ。馬がかわいそうなだけだったな。あと1分もありません。急いで。もう30秒もないです。
もう時間がない。水木だ。大丈夫か？だって…だって…言葉を取り戻したみたいね。相棒は人工神経によって伊達さんの脳内とリンクしています。極端に言うと相棒は伊達さんの脳の一部ということに。このためシンクの際に伊達さんの自我データと合わせて相棒のメインプログラムの一部も対象者の脳内に送り込まれることになります。ただしあくまでも一部です。相棒の全ての機能が転送されるわけではありません。だからソムニウム内の相棒はアホっぽいのか。アホって言うな。ところでピューター、さっきのソムニウムで相棒は人の姿をしていた。今まではあんな見た目じゃなかったはずだが、あれは相棒自身が考えたものです。喜べ。お前の好みに合わせてデザインしてやった。はあ？あれのどこが俺の好みだって言うんだ。私はお前の脳内の隅々まで熟知している。隠すことはない。ピューター、相棒がバグった。バグってなどいない。どうやら相棒のやつ、人の姿に憧れちゃってるみたいで。憧れてるわけでもない。ちょっとしたサービスの一環だよ。伊達は私にとっての宿主みたいなもの。
その主を喜ばせてやろうと。喜ぶかあんなもん。通常夢の中では夢を見ている本人の姿は現れません。夢は主観的に一人称視点で見るものです、普通はね。けれど真空中は少し事情が異なります。シンカーは対象者の潜在意識に潜り込み、そこで再現される夢を経験します。要するに対象者の脳内で演じられる舞台をシンカーが足を運んで見に行くようなものです。なのでそこでは役者である主人公が姿を見せることになります。シンカーはそれを客観的に三人称視点で見るのです。ああ、あれですか。こっちでモニタリングしていたので知ってますよ。なんでだろう。おそらく瑞希ちゃんが現実で見た何者かがイメージとして投影されたものだと思います。夢は見ている人物の記憶によって構成されるものです。記憶にないものはソムニウム世界には現れない。とはいえ現実で見たものがそっくりそのままの形で再現されるわけでもありません。例えば伊達さんはさっきのソムニウムでたくさんの奇妙な現象を経験しましたよね。当然ながらあれは現実に起こった出来事ではありません。夢は様々な記憶が複雑に絡み合って構築されるもの。それを紐解いて手がかりを見つけ出していくのがシンカーの仕事です。ピューター、犯人は誰だと思う？そうですね、もしかして伊達さんだったり。え冗談ですよ。椅子に座ってもいいっすか？伊達、今のダジャレはとても面白かった。もう一度言ってもらえないか？いや、いいっす。だから大丈夫だって言ってるじゃん。しつこい。しつこいと言われるほど何度も聞いてないはずだが。圧がしつこいの。圧ってなんだよ。その体からにじみ出てくるヘクトパスカル的なやつだよ。よかったじゃないか、いつもの水木に戻って。この潮太陽こそが水木にとっての平常運転。こんなことなら言葉をなくしてた方がマシだったよ。報告はいいわ。シンカーが真空中に見た光景は全てこっちの制御室に映し出されるようになってる。つまりソムニウム世界の出来事は常時私たちがモニタリングしてるってこと。言わなくても知ってるでしょ。僕が開発したんですよ。すごいでしょう。というわけだからあなたが妙な人影を見たことも知ってる。本当、何だったのかしらね、あれ。よかったわね、治って。あなたがさっきのシンクで彼女の心の傷を癒したからよ。あなたたちと言うべきかもしれないけど。さすがボスはよくわかってるな。瑞希が言葉を取り戻したのは私の功績によるところが大きい。お前は俺の指示通りに動いただけだろ。伊達くん、瑞希はあなたを必要としてる。守ってあげて。
は？わかるわけないでしょ。まだ情報が足りなさすぎるわ。捜査を続けて。そうね、一つあるわ。ねえ水木、あなたは昨夜柱の中で発見された時アイスピックを持ってたわよね。あれはどうして？あそこに行った時刺さってたの。ママの左目にアイスピックが。私気が動転してとにかく抜かなきゃと思って、それでパニックになって引き抜いた。うん。それを握りしめたまま柱の中へ。そう。水木、あの人影は何だったんだ？人影？ほら、お前のソムニウム、夢の中に現れた。伊達、そんなことを言っても水木にはわからない。彼女はあのソムニウムを経験してはいない。あれはお前が彼女の脳内で見た夢なんだ。なあ水木、例のメリーゴーランドで誰か見かけなかったか？うん、見た。メリーゴーランドから少し離れたところ隅の方に立ってて。どんなやつだった？わからない。遠かったし暗かったし雨も降ってて、それで私怖くなって柱の中に。柱の扉少し開いてたから。水木、もう一つだけ聞かせて。とても大事なことなの。あなたがアイスピックを引き抜いた時、翔子の左目に眼球は？多分なかったと思う。左の眼下は空っぽだったのね。うん。ありがとう、参考になったわ。こういう時ボスは役に立つな。聞きづらいことをずけずけと聞いてくれる。とにかく眼球をくり抜いたのが水木じゃないってことは分かったな。水木が現場に着いた時にはすでに抜き取られている。眼球は付近からも発見されていないし、おそらく殺害現場で摘出されたと考えるのが自然だろう。あー、伊達の後頭部をあの長机に叩きつけたいな。突然何を言い出すんだお前は。サバコというのは手足が生えた38歳のサバのことだ。ま、本当は40代なんだけどな。サバを呼んでたのか。中には何が入ってる？たまに掃除のおばちゃんが隠れてるぞ。怖いな。
それは言えない。どうして？言いたくないから。答えになってない。そいつがナイルのメッセを送ってきたから、お前は現場に。どう考えてもそいつが怪しいだろうが。答える気はなさそうだな。こうなってはテコでも口を開かない。水木はそういうやつだ。やけに詳しいな。彼女を何年見続けてきたと思ってる？もう4年になるか。お前の知らないことまで知ってるぞ。例えば？ああ、やめておこう。聞きたくない。ちなみに水木の携帯はすでに調査済みよ。でも履歴が全部削除されちゃってて。今ナイルの送信者の解析を行っていますが、しばらく時間がかかりそうです。今は大丈夫。でもあの約束は忘れてないから。約束？もんじゃのこと連れてってくれるんでしょ？聞こえてたのか。失声症は言葉が喋れなくなる病だ。耳は普通に聞こえる。わかったよ。すべてことが片付いたらな。とにかく話は分かった。水木は現場で怪しげな人影を目撃、だが正体は不明と。もしかしたら現場に何か手がかりが残されてるかもしれないわ。伊達くん、悪いけどもう一度行ってもらえる？ブルームパークへ。確かこの辺りだったな。うん。そういう気遣いとかいいから。今までそんな言葉かけてくれたことなかったじゃん。私たちはこれまで適度な距離感を保ってやってきた。突然踏み込んで来られると迷惑なの。もしかしてあのシンクとかいうやつが終わった後、伊達の体に抱きついたから、それで俺って頼りにされてるんだとか思い込んじゃったのかな。勘違いしないでくれる？私はただ目の前に手頃な物体があったから抱きついただけ。別に電柱でもよかったし、サボテンでもよかった。むしろサボテンの方がよかったくらい。だから、もう私のことは心配しないで。だそうだ。うん。思い出したよ。何を？小さい頃、この遊園地に来たことがあるの。その時私はまだ4歳で、
たけどはっきりと。鮮明に覚えてるの。ここで見たパパとママの笑顔。ここはね、私にとっての思い出の場所なんだ。ここしかないんだよ。家族の記憶の中で明るい色をしてるのは。なのにママはここで。お前はここに立ってた人影を見た。そうだな。うん。そいつはここで何をしてた？暗くてよくわからなかったけど、多分私のことを見てたんだと思う。雨の中、傘もささずにじっと。その後のことはわからない。怖くなって柱の中に逃げ込んじゃったから。ううん、ただこの小道どこに繋がってるのかなと思って。相棒、この茂みの奥は？地下鉄の駅につながっている。地下鉄？言うまでもないが、今は使われていない閉鎖された駅だ。8年前に起こった化学工場の爆発事故、そのせいで辺りの土地は汚染され、川崎地区は立ち入り禁止区域となった。このブルームパークも川崎地区の中にある。当然、遊園地は閉園に。付近を走る鉄道も廃線となった。地下鉄、地下鉄。アイロ、その線路はずっと地下を走り続けてるのか？いや、このブルームパークから少しばかり北上したところで地上に出る。踏切があるな。あ、線路が道路と交差している。そりゃ踏切だからな。アイボ、一つ頼みがある。昨日の夕方以降、その道路を走った車がないか調べてくれないか？了解。 N システムを検索する。ねえ、ずっと黙ってるけどどうしたの？いや、ちょっとな。わかったぞ。昨日の夕方以降、その道を走行した車は一台だけしかない。車種は大型の SUV、 色は黒。ナンバーから所有者が判明した。誰？名波翔子の前の夫であり、水木の父親、沖浦蓮樹だ。